にゃんにゃん始まりました。なぎの夜食事場、なぎこのりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、いなり丸の質問の中で、お散歩ってするんですかっていう、質問をいただいたので、今日はいなり丸のお散歩に行ってきたいと思います。いなりお散歩です。もうね、ワンちゃん大好きすぎてね、ついていっちゃうね。ねえ、ワンちゃん大好き。ワンちゃん大好きなの。でもワンちゃんはやだねっていうね。ちょっと距離の詰め方がうまくいかないね。不器用なキツネ。ワンどこ行くの？ねえ、ノラ大好きだからしょうがないね。ノラーってなる。ノラーノラー待って。あ、でもちょっと近くなったね、距離。嬉しくて超尻尾ボリボリ。あー、ダメダメダメ。嬉しいね、初めての場所。ねえ、遊ぼう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 。どこ行くの？どこ行くのよ。あそぼ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 。突撃してった。あそぼ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 って言ってる。あそぼあそぼ。犬みたい。痛すぎる。犬痛すぎる。ちょっと疲れてくれた。はい、というわけでいなり丸のお散歩見ていただきました。正直そのワンちゃんとかと違って、まず落ち着きが本当になくて、なので結構本当にリードとかもしも離しちゃうと二度と帰ってこないと言われております。まず帰省本能がないのと、なんかその落ち着いて何かをするっていうことが本当に結構できないキツネさんなので、本当に危険が結構いっぱいあって、あとはですね、本当に誤食しちゃうので、結構なんか興味を持ったらまず食べちゃうので、結構気をつけなきゃいけないことがたくさんあるので、本当に行くとしても絶対に目を離せないしっていう感じなので、いつもモンスターボールのね、ゲージを毎回持ってって、毎回そこに入れてから散歩スタートさせてます。なのでまあ大きい庭とかあるお家だったらね、いいんだろうなとは思うんですけど、そんな感じでたまにお散歩しております。本日のいなりお散歩動画は以上となります。少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そして、キツネさんの質問とかやってほしいことがあれば、ぜひコメント欄で書いてください。よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。